皆さんこんにちは、ドリーチャンネルのマミです。はい、今日はですね、シンシナティから30分ぐらい北に走ってきました。こちらシーザークリークステートパークというところに来ています。後ろご覧ください。綺麗ですね。ちょっとね、今日曇ってるんですけど、今日はですね、実は、お友達に連れてきてもらったんですけれども、なんとボートが乗れるということでね、すごく楽しみです。後でね、こちらに地図があるので、お見せしたいと思いますが、それでは早速行ってきましょう。レッツボート。はい、こちらがね、地図になるんですけれども、こちらの、湖は結構長細い形をね、しています。私実はね、来るの初めてなんですけれども、結構周り、トレイルだったりとかね、いろいろ普通に湖の中に入るだけではなくね、この周りとかもね、自然がいっぱいあるのでね、遊べるところがたくさんある場所です。はい、では楽しみです。はい、こちらがボートです。すごい。のどかですね。グースもたくさんいます。赤ちゃんがいますね、1匹だけ。はい、これがハンドルです。かっこいいですね。 Everything's different. The boat, はい、今ボートの一番先端に来ていますけれども、見てください、気持ちがいい。今日はね、多分20度ぐらいなんで、それほど暖かくもなく太陽も出てないんですけれども、あー気持ちいい、風が吹いていてね、わーすごいですね。このボートをね、11人乗れるそうです。まあ重さにもよるんですけれども、すごいね、なんかストレージがいっぱいあって、こういろんなところね、こう開けれるんですよね。でこういろんなものがね、入るようになってるみたいで、わからないのかな、ね、すごいですよね、よくできてて、この下のところもね、ボートの下のところもね、全部なんかこうね、物を入れれるような感じに収納になってるそうなんですけれどもね。あーすごい気持ちいい。でね、魚もいるみたいなんですよね。息子ちゃんは魚を釣りたいって言ってましたけれども、すごいですね、いろんな遊びができますね。普段はすごく混んでいて、このボートを先ほどね、車から降ろされましたけども、その作業するだけにも45分ぐらい渋滞がね、かかってるぐらいらしいんですけど、今日はやっぱりこういうお天気だったのでね、もう1台も止まってなかったので、なんとプライベートレイクみたいな感じですよね。まあ素敵ですね、気持ちがいいです。のどか。こちら普通のね、ガソリンスタンドでね、ガソリンを先ほど入れてらっしゃいましたけど、ここにちゃんとスピーカーもありますね。音楽もね、聞こえるようになっていて、すごいですね。で、やはりね、大きいボートなので、普段はもうお家に置いておけないので、そういうね、倉庫みたいなのを借りて保管されてるんですけど、週末になってね、遊びに行くときにその倉庫からね、出してきてっていう感じでね、されていますけれども、わーすごいですね。でもね、こういうなんか夏の遊びできていいですよね。このボートをね、運転するのにもやっぱり免許がいるそうなので、一応ね、ちゃんと免許を持ってないと運転できないそうなんですけど、いやーかっこいいですね。なんか憧れます、こういうの、ボート素敵だな。やめろー。
テーブルが出てきました。すごい。今からランチタイムです。エンジンをつけたら、水の深さとかね、あの温度とかまでね、ここで分かるそうなんですよね。かっこいいですね。ちょっとね、今日はねやっぱり曇りなんで、水中の温度が寒いですが、みんな頑張って泳いでます。Must be hungry. I heard you put something on your toes. Really? Oh no! I don't have a blade to do that. They don't have any teeth. Oh, they don't have a teeth. Put some in his toes to stick your teeth in the water. わー。はい、今日ね、お世話になっているボートがこちらのボートです。かっこいいですね。結構大きいサイズなんですよね。すごい。でもね、お手入れもやっぱり大変なんですよね。すごいです。はい、ここでね、ボートを止めてね、お魚をあげることができます。でね、ここにねお店があるので、ここでね餌を買うこともできます。はい、見てください。今ねグースのファミリーがね泳いでます。かわいい。ちゃんとねお父さんとお母さんがね先頭と後ろにいますね。はい、ということでね、とっても楽しかったです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画がいいなと思われた方、ぜひいいねのボタンとコメントお願いします。ぜひチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。